はい、こんにちは、僕です。GOD、続きをやっていきましょう。とりあえず、こっちのワープに入ってみますか。ちょっと待った。これ違うな。違うなというか。セーブポイントもあるから、これ進んじゃうな。ちょっと戻りたいと思いますね。まだ行ってないところがね、あったと思うんで。ここの上ですね。あ、そこにもコンピューターがある。先に確認すればよかったな。これね。まあ、戦うんでしょう。これで新しいね、パスワードがまたじゃあ手に入りますね。ネイティブ。ジアースネイティブリターン。ジアースネイティブリターン。どういう意味ですかね。地球の原住民戻すみたいな感じ。あ、ネイティブでここは通れますね。あ、宝箱があって、ワープもある。あ、で、ちょっとね、しばらく戦ってて分かったことがあるんですけど、物理攻撃、敵の通常攻撃はね、全部ペペチに飛んでくるんですよ。このね、物理攻撃を身代わりって、そういう意味合いですか？敵の物理攻撃はすべて、ペペチが受け負うみたいな。クリンナマスクを見つけた。そういえば、ファラオの仮面とかよくわかんないアイテムが手に入ってましたけど。あれって何だったんだろう？装備品だったのかな？いろんなステータス印象を防御する。ああ、そんなのあるんだ。いや、それ、装備しようぜ。あ、ツタンカの仮面。エジプトに伝わる伝説の仮面？何なんだろう？装備品かな？あ、すごい。すごいあるじゃん。ちょっと待って。それならね。装備できないのか、バジルは。いや、ツタンカの仮面装備した方がいいですね。ほんで、モンキーガードはいらないんで、クリンナマスク。もう、モンキーガードはいらないかな。つける必要ないかな。シャチホコのピアスに変えよう。で、さらにワープがある。またあるのか。新しいパスワード。アゲイン。ジアースネイティブリターンアゲイン。地球を原住民に再び返すみたいな意味。こっちは、これは行き止まりか、また。どういうことですかね、このパスワードの意味。ここは通れる。あ、パスワードアゲイン。お金を見つけた。4000G。ありがとうございます。いや、もしかしたら、この宇宙人がなんで地球に侵略しに来てるのかっていう、まあ、理由ってまだ明らかになってないじゃないですか。実は宇宙人がもともと地球の原住民で、まあ、人間から地球を取り戻すために侵略してきてるみたいな設定があるんですかね。わかんないけどね。この後、ストーリーの中で明らかになるのかな。よし、じゃあ、セーブポイントまでね、変えてきました。やっぱりこの先に進むんでしょう。行ってみようか。危なかったな。一歩進んだら始まっちゃった。あ、ミナがいる。あれは、ミナじゃ。やっと見つけたよ、二人目。大丈夫、助けられる？そのまますっと。何か出てきそうじゃない？ほら。なんだこれ。エイリアンっぽいな。あ、大神官、キアタ。やっと出てきましたね。誰だっけ？ドクター Z。ドクター Z がキアタ様って言ってましたよね。残念だが、この女を渡すわけにはいかない。ウキキー。この女は、母として最高なのだ。やっと見つけたぞ。母。母ってなんだ、マザーエイリアンみたいな。どういうことじゃ。ふふふ、我々の新しい母となるのだ。何それ怖い。いやー、戦うんだ、このメンバーで。何かできることある？何してくるかな。魔法というかサイコ使ってきそうだよね。だから、サイコはまあ封じられないにしても、
サイコ守備力を下げる。サイコ力も下げるみたいなのないかな。サイコ守備力をとりあえず下げますか。で、敵のサイコ攻撃力を下げるみたいな。あ、これか、フォール。これ使ってった方がいいんじゃない？ヒット、オッケーオッケー。回復してくれなくてもいいんだけどな、今。どうだ、当たるかな。あ、両方当たりましたね。ほら、絶対魔法を使ってくると思った。全然効かない。いいね。よし、あとじゃあ殴っていきましょう。ブリドーラーをしてきたから、メガファーが効くかな。そういうわけじゃないかな。何か属性があるようには見えないよね。レムが意外と強いんだよね。もう全然効かないな。まあ、ギガサンダーだから、まあ、各種属性の魔法使ってくるのかな。大神官っていうぐらいだからね。一属性だけみたいなことはないだろう。から一通りやってみますか、レフーバ。どうかな。効かないな。ブリドーラ。まあ、当初って言って、なんでそんなにダメージ受けたんだ。さっき全然効かなかったのに。猿がね、回復してくれるかどうか怪しいんだよ。わかんないんだよね。いや、攻撃しようか。猿にお祈りしよう。猿が回復してくれると信じて。いや、多分ね、サイコを封じるっていうのは効かないんじゃないかな。ボスには。なんだっけ、なんとか将軍には全然効かなかったしね。ギガファー。痛い。だってめちゃくちゃ痛いんだけど。あいつ回復してくれないんだけど。待って、あれ溶けてるのかな？ホールもう一回やりますか？なんで回復かぶるかな？オッケー、ヒット。どう？ギガファー。これでどんぐらい下がる？あ、すげえ下がるじゃん。あ、フォールの効果を維持していかないとダメですね。とりあえず念のためね、みんな回復して。今、フォール入れたからさすがに溶けてないと思う。いつ効果が溶けてるかわかんないんだけど。ガーレム。あ、まずい。状態異常系だ。大丈夫。オッケー、失敗。で、主人公を殴って、もうレムは自分で回復してもらって、このフォールの効果が効いてるのか効いてないのかわかんないから、2ターンに1回はフォールして戦っていきましょうか。なんでこっちを回復するんだ。うん、ヒット、オッケー、オッケー。バーナドーラ。いや、これで安心でしょ、フォールが入っていれば。全然効かないもん。で、こっちの次のターンで攻撃ね。なんかいい感じのサイコないな。特にこれっていうサイコがないな。ランザクル。これはなんだ、睡眠かな。あ、でも効かないですね。まあ、主人公はね、すべての状態以上防げる状態だから。で、もう一回フォール入れましょう。あ、やっと自分を回復してくれた。全体回復だけど。うん、ヒット。いいぞ、いいぞ。ギガファ、効かない。意外と戦えてますね。このメンバーでも。こんなにね、いや、痛いな。え、もう切れたの？早くない？もう一回フォール入れますか。これね、このデバフ、バフもだけど、いや、バフはわかるか。デバフの効果時間がわかんないんだよね。何ターンみたいな効果だと思うんだけどね。まあ、なんだっけ、死の宣告みたいな。混乱しちゃった。死の宣告は、なんか、あと何ターンっていうのがランダムだからさ。いや、もしかしたらデバフも、バフデバフも、何ターン継続するか、ランダムなのかもしれないですけどね。もしかしたらね。トランザで直そう。いいぞ。いい回復だ、それは。ガーレム。待って、状態異常ばっかりやってきますね、なんか。大丈夫か？あって。眠らされてんじゃねえよ、お前。マジで。あ、また虹の雫なんだ。目覚まし系の名前じゃないんだ。眠りを治すアイテムは。待って、攻撃ができないんだけど。
やべ、ベリドーラ来ちゃった。これ痛いだろう。うん、またフォールで、最高力を下げて、あ、で、ブリドーラ、どうかな？やっぱりね、フォールが入ってるかどうかで全然火ダメが違いますね。強いな。いや、でもなかなか倒せないな。しぶといな。あ、バカな。カタストロフ大帝、万歳。なんかまた新しい人名が出てきましたね。カタストロフ大帝。それが大ボスなのかな？バジルレベル上がりました。あ、待って。コスモストーンが増えるアイテム使うの忘れてた。ボス戦で使おうと思ってたのにな。いや、大神官、キハタ倒せましたよ。え？レムエルの鍵を手に入れた。なんで？それあれかな？レムールの村の、あの、祠の鍵かな？ペペチ、バジル。あれ、ヒースは？ありがとう。ありがとう、ペペチ。あら、お猿さん、こんにちは。ヒースは？あ、だよね。うん、とにかくありがとう。ウキキー。ミナが仲間に戻った。まあ、このままヒースが仲間に戻らず、レムが固定にはならないよね。大丈夫かな。ペペチ殿。あのエイリアンが残していった。これは何なのじゃろう。レムールの鍵。とても強い祈りの力を感じるわ。ウキキー。あら、何か言いたいのかしら。え、なんだなんだなんだ。え、マザーシップが落ちるかな。ウキキー。爆発するようじゃ、なんで急に。ウキキー。ウキキーしか言わない。脱出しましょう。脱出するのか。え、じゃあまたレミュールのね、村に多分行くんじゃないかな。なんで急に爆発したんだろうね。なんでエイリアンがその鍵を持ってたんだろうね。ずっとここにいたんだ。待って、レミュールの村遠いんだけど、こっから。あ、歩いて帰らなきゃダメかな、やっぱり。大きな UFO が突然大爆発しました。え、あなたたちですか？ありがとうございます。うん、休んでいきましょう。あれかな？ちょっと待って、マザーシップって、まあ、マザーシップっていうぐらいだから、でかい宇宙船なんでしょ？主人公の故郷が滅ぼされた時に、でっかい UFO が一台だけあったの、それがマザーシップだったのかな？大神官キアタを倒し、ミナを助けた。エイリアンは一体何のためにミナをさらったというのか？母とはどういう意味なんだろう。レムールの鍵とは一体何なんだろう。とにかく一度オセアニアブレスに戻ろう。オセアニアブレスに戻るのか。とりあえず。じゃ帰りましょうか。よし、とりあえずオセアニアタウンっていうのか、ここは。あ、ペペツさんありがとうございます。うん、帰ってきましたよ、ブレスまで。よっしゃ、何があってもこの街を再建するぞ。まあ今までのね、町々って言わないか。結構ね、助けてきてますよね、世界中。ペペチさん、皆さん、ありがとうございます。さあ、長官がお待ちです。ありがとう。今度ゆっくりしてあげるわ。何をしてくれるのかな？あなたがエイリアンを。え、お母さんがそんなことを？ありがとうございます。母に、私は元気だと伝えてください。これからこの町を再建しなければなりません。あ、これで村に戻ればいいのか。私は見ました。エアーズロックの方で大きな爆発があったんです。それって今のマザーシップの爆発のことかな。帰ってきましたよ。ありがとう。本当にありがとう、ペペチ君。ペペチよくやってくれた。てんてんてん。何？エイリアンが母と言ったのか？全くわからね。しかし本当によくやってくれた。これでオセアニアタウンも再建することができる。お、そうだ。お礼と言ってはなんだが、これを持って行ってくれ。何かな？サイコの元？何ですかね、サイコの元。長官。素早さの元とかあるから。サイコが上がる？緊急ニュースです。何事だ、報告しろ。は、アメリカのブレスが、
エイリアンと平和条約を結ぶことを決定しました。そんなことできるの？なんと、やっぱり噂は本当でしたか。どうしてアメリカのブレスはそんなことを？一体アメリカはどうなっているか。いや、もともとアメリカに行く予定だったんだけどね。ペペチ、アメリカに行くのか。しかし、船や飛行機は全て破壊されてしまった。古い言い伝えによると、オセアニアのどこかに古代船があるというのじゃが。なんか壮大な話になってきましたね。ありがとう、オセアニアは守ってみせる。しかしアメリカは一体。アメリカがエイリアンと平和条約を。古代船がどこかにあるというのだが、それがレムールの村にあるのかな。待って、これ買っておいた方がいいかな。いらないかな。どうかな。いや、今後も買えるんであればいいんだけど、ここで買わなくても。いいか、とりあえず置いとこうか。あれ、音が変わった。曲が戻りましたね、急に。あれ、メカハンドって装備してなかったんだっけ？あれ、ちょっと待って。せっかく買ったのに装備させてなかった。忘れてた。メカハンド。よし、じゃあ、レムールの村まで帰りますか。結構ね、遠いんだよな。まあ、道中モンスターも倒しながら行きましょうかね。よし、やっと帰ってきたぞ。すごい遠かったな、レムール村。え、郵便屋こんなところまで来るの？マジあれだよね。絶対 GPS とかつけられてるんじゃない？なんで場所がわかるんだろう。ひょっとしてペペツさんだね。もうオセアニアまで来るんだもんな。はい、速達。また団吉かな。なんと、なんとじゃないよね。なんと団吉からの手紙だった。クロンを顔に出しちゃった。郵便屋でした。それじゃね。クロンを顔に出しちゃった。何かな、今度は。手紙を読んだ。ペペチ元気か。明日のためのその4だ。あれ、その4だったっけ？その5じゃない？あれ、気のせいかな。ダブルクロスカウンター切りだ。この技はクロスカウンター切りをさらに強力にしたものだ。これは使えるぞ。脇を締めて狙いを絞って、ぶつけるように切るべし。切るべし。何、ダブルクロスカウンターってどういうこと？両手でクロスカウンターするってこと？どうやって？どうやって？ダブルクロスカウンターって何？実在するのかな？ダブルクロスカウンター切りを身につけた。ちょっとなんかモヤモヤするな。いつでもミアタウンに帰ってこい。いや、ほんとね、毎回言ってるけど、またミアタウンに帰れるのかな？いや、ミアタウンというか日本に。どうなんだろうね。ちょっととりあえず寝ていきますか。ああ、日記更新されてますね。オセアニアブレスに着いた。なんと、アメリカのブレスがエイリアンと条約を結ぶことになった。信じられない。アメリカのブレスはどうなってしまったんだ。早くアメリカに行かないと。この大陸のどこかに、伝説の古代船があるという。それさえあれば、アメリカにも行けるかもしれない。いや、日本にも行きたいよね。行けるのかな？自由に乗れる乗り物って手に入るのかな？いや、ちょっと一旦今回はね、この辺で終わりにして、また続きは次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。